JR 東日本が運行する東北、秋田、山形、上越の各新幹線では並結運転を行っています。東北新幹線では東京盛岡間のはやぶさ号と小町号、東京福島間のやまびこ号と翼号、またはやぶさ号と小町号の前運用で入る那須の号、やまびこ号でも並結されたまま運用に入る列車も存在します。上越新幹線では2021年10月1日で定期運用を終了する E4 系による MAX 時号、MAX 谷川号、谷川号同士の連結や時号、谷川号が連結し越後湯沢で切り離し連結作業を行うパターンもありました。このように需要、乗客数に対して増結、解決を行えるのが東の新幹線の特徴です。しかし当然ながらデメリットも存在します。車体重量が40トン以上にもなる新幹線車両同士を連結させるためには、連結機や車体が頑丈でなければなりません。車体先頭に取り付ける自動連結機の搭載にも費用がかかります。また、連結は正しく行わなければ、万が一、高速走行中に切り離されたら、事故につながります。そのため、連結する際の運転技能、それを正しく指示できる能力が求められます。そして近年新たな課題が見つかっています。それが並結した状態で高速走行をした際の騒音問題です。2030年度に開業予定の北海道新幹線札幌延伸において、東北新幹線を最高時速360キロで運転する計画があります。そのために開発されたのが高速試験電車 E956 型、通称 α-X です。現在主に仙台新青森間において時速360キロ、時速400キロ走行を含めた試験走行がされています。しかし、α-X にはミニ新幹線用の試験車両、いわゆる小町型のミニ新幹線試験車両は落成されていません。つまり、これは並結中での時速360キロ走行は不可能であると隠れたメッセージなのかもしれません。小町号だけ時速320キロ止まりとなるのか。時速360キロで走行するはやぶさ号と小町号の並結走行は実現できないのでしょうか。今回は数年後を見据えた新幹線の連結について説明していきます。日本の新幹線で最初に並結運転を行ったのは1992年7月1日に開業した山形新幹線用新材直通車両400系翼号と200系やまびこ号が始まり、400系は東京側先頭車11号車の先端部分に自動連結機を搭載し、200系やその他の新幹線車両との併合運転が可能でした。車体が在来線規格で設計されていることから、フル規格新幹線車両よりも断面積が小さいため空気抵抗が少ないことを利用し、1991年9月29日の高速試験において当時の国内最高速時速345キロを記録しています。しかし営業運転では200系と並結運転を行う以上、200系の最高速度に合わせなければならず、営業最高時速は240キロに抑えられています。1997年、山形新幹線に続く2本目となるミニ新幹線路線、秋田新幹線が開業。それに合わせて開発されたのが E3 系新幹線。E3 系も東京側先頭車両11号車の先頭部分に自動連結機を搭載し、200系や E2 系、E5 系、後に増備された山形新幹線用の1000番台、2000番台においては E4 系と並結運転が可能です。最高時速は275キロであり、小町号は速達型やまびこ号、翼号は仙台始発の MAX やまびこ号、やまびこ号と並結運転を行っていました。そして東北新幹線は最高時速360キロ運転を実現させるため、2005年に新幹線 E954 型高速試験電車ファステック 360S を落成します。ファステック 360S の先頭車両形状には2種類存在し、東京側はストリームライン、青森側はアローラインが形成されています。電動車には目標最高時速360キロをはるかに超える時速405キロを出せる新開発の小型の高出力モーターを複数搭載。曲線通過時の乗り心地向上を目指し、空気バネ式の車体傾斜装置が導入され、E5 系の 1.5 度を超える最大2度まで傾斜させることが可能です。
また、新幹線では、初の空気抵抗を利用して制動力を得る空気抵抗増加装置を搭載。翌年、2006年には、新在直通用高速試験電車 E955 型ファステック 360Z が落成。ファステック 360SZ は、並結試験走行もされました。ところで、ファステック 360S と Z は、どんな試験を行っていたのか。ファステック360は、時速360キロ運転を行う際の騒音問題、耐久問題を解決するために、試験走行を行っていました。新幹線走行時の騒音源は、終電圏音、先頭部空力音、車両上部空力音、車両下部からの音、構造物からの音に分類されます。試験の一例として、試験走行中の騒音を測定するため、軌道から水平25メートル先にマイクロフォンを設置して測定していました。この測定結果はこちら。白い丸印は E3 系と E2 系並結時の騒音、黒い三角はファステック 360S 単体の騒音。そして、白い四角印はファステック 360Z とファステック 360S 並結時の騒音データです。これを見ればわかるように、ファステック 360S 単体においては、従来の E3 系と E2 系と同じレベルの騒音に抑えるならば、時速340キロ程度が限界。ファステック 360S と Z の並結運転を行った場合、時速330キロ程度が限界であることが読み取れます。このように、並結運転を行った時の方が、明らかに、走行時の騒音は大きくなっています。この理由は何でしょうか？大きく2つあります。1つ目は、ファステック 360Z においては、在来線規格で設計されているため、ファステック 360S よりも騒音対策が施せない点です。S の場合、フル規格新幹線の車両限界に合わせることができるため、例えば、騒音源の一つであるパンタグラフ横に大きな遮音板を取り付けることが可能です。しかし、Z の場合は、在来線規格で収めなければならず、S ほど大きな遮音板を取り付けることはできません。つまり、車体における制約が大きく、限られたスペースで、騒音の発生を抑制させることは簡単なことではないのです。二つ目は、連結部分にあります。高速走行を行う列車にとって、車体に突起物や凹凸を作ることは、その分、空気の流れが悪くなり、騒音を発生させる原因にもなります。この連結部分で空気の流れが悪くなり、大きな騒音を発生させているのです。例えば、E や OK 同士で並結運転している列車が、駅を高速通過する際、連結部分から大きな音が発生していることにお気づきでしょうか。これが時速200キロ台なら問題なかったのですが、時速300キロ超えで並結走行する際、この問題が露呈したのです。また、S と Z の並結走行をした際、トンネル内において、両方向への振動が大きかったのです。ファステック360が残した、最も大きな課題を正確に述べるならば、S と Z の並結走行時における騒音と振動です。これにより、当初予定していた時速360キロ運転は断念し、環境やコスト面を考慮し、量産車である E5 系の最高時速は320キロが妥当と判断されたのです。しかし、JR 東日本は、時速360キロ運転の夢を諦めていなかったのです。2019年5月、JR 東日本は、新幹線用高速試験電車 E956 型 αX を落成。特徴的なのは、ファステック360よりも長いノーズ部分。ファステック 360S のアローラインの長さは約16メートル。対して、αX の長さは22メートルにもなり、先頭車のほとんどがノーズ部分となります。αX の詳細に関しては、こちらの動画で話していますので、よろしければ、右上の i ボタンよりどうぞ。ところで、先代のファステック360と根本的に違う部分にお気づきでしょうか。そう、αX では、ファステック 360Z のように、新在直通用の試験車両を製造していないのです。これは、果たしてどういう意味なのか。予想としては、2つ挙げられます。1つは、ミニ新幹線用車両、すなわち、在来線規格の車両では、これ以上の高速化は、技術的に不可能だということ。在来線の車両限界を無視できるのであれば可能なのですが、現行の規格では、かなり厳しいのです。もし、仮に、ファステック 360Z で残した課題を克服できる自信があるならば、ミニ新幹線用の試験車は、すでに、αX と同時期に落成されているはずなのです。二つ目は、東北新幹線内を走行する、小町号の高速化をするメリットが薄いこと。
そもそも、アルファ X が時速360キロ運転を目指している理由は、東京札幌間において、航空機との競争力を高めるため。東京秋田間においては、新幹線と航空機のシェアが6対4。さらに、現在、秋田新幹線が走行する在来線、田沢湖線の高速化が検討されています。具体的には、赤渕田沢湖間に、新たなトンネルを設ける計画。この区間は、千貫峠と呼ばれ、雪、雨、強風などの自然災害が多い区間であり、頻繁に運休します。そのため、秋田新幹線が遅れると、連鎖的に、東北新幹線のダイヤも乱れ、それが、上越、北陸系統にも影響を与えます。それを防ぐために、高速化も目論み、ほぼ直線である、新千貫トンネルの建設を計画しています。ダイヤが乱れにくくなり、所要時間も約7分短縮できることから、時速360キロ化よりも、田沢湖線高速化の方が重要と判断されているのかもしれません。この計画が実現されれば、航空機に対するシェアもさらに高くなることが予想され、時速360キロを無理やり達成する必要はないのです。いずれにせよ、現在の技術では、新幹線の並結運転においては、時速320キロ付近が限界です。そして、来年3月、αX の試験走行が終了します。その時、ミニ新幹線用の試験車両は製造されるのか、それとも本当に諦めてしまうのか。また、はやぶさ号が時速360キロ化された際、こまち号とはやぶさ号は並結運転を行うのか、それとも単独走行をするのか。個人的な予想としては、新青森、新函館北斗止まりのはやぶさ号は、E5 系運用の最高時速320キロ運転、こまち号と盛岡まで並結運転のまま変わらず。札幌行きの列車は、αX を元にした新型車による、最高時速360キロ運転がされ、こちらは、こまち号との並結は行わない、と予想していますが、皆様のご意見をコメント欄にお書きください。それでは、今回も最後までのご視聴ありがとうございました。ほんでまず。